来るよ、なんか言って出てくるから。なんでも、もう私のライフはゼロです。そう、福田のライフがゼロなのでやめてください。明日横浜行けなくなっちゃうよ、福田のライフがゼロになると。いいんですか、それでもいいんですか。めっちゃみんなカオタンさんジャージっていうね。爪切りな、手元にないわ、残念、しまってある。手品の道具あったわ。お箸ない、よかった。面白い、綿あめ機はね、うん、割とその辺にあるよ。イヤホンあるわ、ほらここにあるわ。あるわ。パパさん48、クマありがとう。ビヤー、みんなの絵の愛いっぱい。イヤホンあってへこむ。あー、青肉はあの辺にいます。はい、ごまは ありそうでない、よかったわ、なかった。さきちゃんも熱海系として知ってる、知らない。たぬきゅん、たぬきゅんいる、ここ、これたぬきゅん。髪の毛ショートは絶対したくない、一生。榊さんの顔真似お願いします。いつもこんな顔してる。ハサミ、うん、ふん。靴下はこの中だな。あったわ靴下、ほら。髪の毛落ちてんのってなんか気持ち悪いから、髪の毛は結構掃除する、拾う。髪の毛とかはね、落ちてるとちょっと不気味だから、割と髪の毛だけのために掃除機かけたりする。リュック、リュックあるよ。ニクソン、ニクソンのリュックめっちゃいいよマジで。ニクソンで200いける。うん、ニクソンで200いける。ニクソンのね、いやこのリュックね、結構 STU 入って初期に買ったんだけど、めっちゃいいんだよね、ニクソン。 STU48 のラバー版もついてるし。ちょっとね、私ニクソンのリュックの後ろのこの縫い目の模様がツボなんだけどね、個人的に。ウケない、ニクソンっぽいっちゃニクソンっぽいけど。そう、リットルとかわからんけど、リットルとかわからんけど、とりあえずここにサヌキうどんついてる。うん、だから結構入んじゃないかな。ここのポケットがまず大容量で、このポケットだけでも、もう酔い止め、風邪薬、胃腸薬、頭痛薬、リップ、絆創膏など入ってる。結構いいんだよね、ニクソン。リュック買いたい人はニクソンがおすすめです。だんだんなんか宣伝しちゃったわ。明日イオン岡山に来るメンバー、そう、これにネギも言ってたよ。イオンに来るメンバー、イオンでなんかあんの明日。ごめん、そっからだわ私。うーん、お高いんでしょ。まあ高かったけど、まあでもその値段に見合うぐらい使ってるんで大丈夫。いやいや、めっちゃ船酔いする。めっちゃ船酔いするよ。もう船酔いっていうか乗り物酔い、新幹線ですら酔うからダメなんだよね。あ、晴れ町 TV か。あれ、あー、晴れ町 TV って前私出たやつね、みゆみゆとはるるんと。あれ楽しいよね、あの番組。公開放送いいよね。なんかあんま、あの公開放送あんま人いないんだよね、言っちゃ悪いけど。だけど、こうさ、1年2年って、もしあのその番組やらせてもらってさ、今のお客さんの数を覚えてて、1年2年後に行った時にめっちゃ STU のためにお客さんいたらさ、
1年前2年前はあんだけしかいなかったのに今たくさんお客さん春町 TV の見学にも来てくれるようになったねとか言って、そういう話をしみじみしたいですね。頑張って STU 有名になって、だまあ今はだからいいか、確かにバスもめっちゃ、スカーリングの3位決定戦見た、感動したよ。そうだね、そうだね、言いたかっただけでしょ。アイドルの秘密を教えて、アイドルの秘密とか分かんない、だって別にあんま変わんないもん何も。お化粧を仕方を学ばなきゃいけない子供なのに、中学まあ高校卒業した子はさ、まあまあまあ普通に人生の通過点としてお化粧とかメイクと勉強とかすると思うけど、中学生とかまあ小学生もいるじゃん、小学生中学生が自分でメイクしなきゃいけないっていうのは大変だろうなと思う。そう大変だよね、難しいよね、しかもそれが写真に残るわけでしょ、大変だ、本当偉いと思う、マジで偉い。福田あかりさんです。中学生は化粧しないよ普通。そうそう、だからねそれをめっちゃ思うね、あー大変大変てか、だってもう正直中学生とかめっちゃ肌綺麗だしメイクしなくていいと思う、眉毛描くぐらいで、だけどまあ大変だよね。マニキュア禁止なんだよね、マニキュア。口並べ今日やってたよ配信の前、最近食べて美味しかったものはうどんかな、うどんしか食べてないから分かんない他の食べ物の味、うどんと明石焼きしか食べれないんだよね体質的に。ごめんなさい、だってなんで最近ゆずきさんと会ってないです、早く収録したいよゆずきさんだ。ビジネスうどんじゃないって、ほんとうどんしか食べてないんだよ本当に、だからうどん以外の食べ物の味忘れつつあってやばい、全然今日朝高菜ピラフとか食べてないし、なんなら何今日唐揚げとか食べてないし、全然ピザマンもコンビニで買わなかった。声が堀美央奈さん似てますね、むっちゃんこ言われるそれ。それねオーディションの時からめっちゃ言われるわ、声だけ見たら堀美央奈さんだねって。だからラジオにして聞くにはちょうどいいかもしれない、だから私になんかちょっと堀美央奈さんには言わないようなセリフを言わせたらいいんじゃない。福田なら言うだろうみたいな、わかんないけどね、めっちゃ言われる、でもわかんない、自分の声って自分でわからんじゃん、だから自分ではわからんねんけどめっちゃ言われる、握手会とかでも結構言われる。そうそう、ビジネスうどんになりたいの。ファイのラジオよかったありがとう、堀しおさんじゃない、堀しおさんじゃない、堀みおなさん、なんかのじき乃木坂さんです、乃木坂さんね。そら堀みおなさん私より清楚清楚っていうか何ちゃんとしてらっしゃるから、ゴミ箱溶かさないですよ、ゴミ箱溶かすはもうね清楚とか清楚じゃないとかじゃないんだよね、ちゃんとしてるかちゃんとしないかなんだよね。くちゃんの赤毛取れから、ありがとう、嬉しい、
ファインは別にカンペとかそんなになかったかな。ホリシオンさんってもう鬼可愛いよね。いや生で見た時ってかもうビビった、え可愛いみたいな。あでも AKB グループに入ってびっくりしたこと、ベスト3が、あベスト3決めてないんですけど絶対入れたいのが市川みよりさんの顔の小ささ、やっばい、本当にやばい。じゃあ普通の顔の小ささがこれぐらいだとすると、これぐらいだとするとみよりんさんこれぐらい、マジちっちゃい、かわいい、やばい。てか握手会、みよりんさんの握手会行った時もう顔ちっさって思ったけど、でもアイドルだから顔ちっさいと思って行ったからそうでも分かんなくて、でもやっぱね顔ちっさい、やばい、本当にやばい、めっちゃ可愛いし細いし最高。本当レモンさんですよ。いやげんこつぐらいわからん、近くでこんなげんこつ何個分とかやったことないから、もちろんそんな失礼なね先輩だからやったことないけど、そうカオタンさんと同じ味、俺も顔ちっさくて有名なの。そうなの、ラミサに来て顔ちっさくて有名ですって。あと2つはまだ決めてないかな、あと2つは。福田は別にそんな普通ですよ、福田は普通ですよ。あー、おぎそさんも会ったことないけど顔小さそうだね。おぎそさんスタイルいいよね。なんかね、そうそう AKB センター試験受けるから SKE さんの、今日は SKE さんの歴史を勉強してたんですよ。したらね、いろいろあるんだね、やっぱ自分が知らないとこでも。在宅には分かんないことがたくさんあった。やっぱライブとか行かないと知らないことってたくさんあるね。びっくりすることもいっぱいあったし、なんかいろいろやってるんだなと思いましたね、知らないところで。んーな日々ありがとう。香川の給食コッペパン出ますよ。あー外資が結構何回も出てきて、やっぱ SKE さん外資でめっちゃやってるんだなと思った思った。あ、瀬戸ビンゴ見てるの？福田出てる？コッペパン、コッペパン、こんばんは。名古屋一揆知ってる？知らない。なんだっけ、鈴鹿サーキットのランっていうのはなんか見たよ。なんだっけ忘れちゃったけど、推し祭問題。でも推し祭って公式なの？ SKE さん公式なのかな、どうなんだろう。エイの裏側、これ私の一発ギャグねえ、ありがとう。プロフィール載ってる、じゃあ本当なんだ。あ、公式なんだね。え、なんか STU はさ、推しさえ推しさえ言うけど、え、メンバー勝手に言ってるだけじゃん、別に。だから、まあ、公式だな。あ、待って。今、ここにシールがあったから、ででーん。たまった。イエーイ。みんな、この今、歴史的瞬間を目にしたね。さあ、もう一個これがもらえる。このセットが。このセットがここにあったけど、前見せた時からずっとここにある。こんな溜まったわ。よっ、嬉しい。テープで補強しよう。見てこの急斜面感。
何用のお皿、それな、このサイズ感何に使えばいいんやろ、わからん私も。だけどまあキティちゃん好きだから、オッケー。ローソンローソン、わーい、でけたでけた。交換しに行かなきゃ。またちょっとシワシワで恥ずかしいな、店員さんにガサツのやつだと思われる。ガサツじゃないのに。フレンチトーストとか乗せよう。どうやって作るんだよ。卵とか買わなきゃいけんじゃん、フレンチトースト。そんな能力ない。明日のラッキーストレッチ、じゃあストレッチマンのこの辺が温まるやつ、肩だけ温めてこ。ストレッチマン It's new ってやつね。今おすすめのローソン商品、良品商品だって。なんかベリーケーキがハード乗って可愛いの出たよ。フレンチトースト配信しようぜ。いいよ。どうやって作るんだろう。卵をパンにバーンって、卵をパンの上で割るだけ。フレンチトーストって卵をパンの上で割って染み込ませる。終了。横浜のイベント出れますよ。横浜はどこに来んの。横浜パフィフィコ。パフィシコ。牛乳使うの？じゃあ無理だわ。無理無理。牛乳使うなら無理ですね。出汁を作って下川する。何それ？おでんみたい。おでんってことね。牛乳と卵とか混ぜる。フレンチトースト屋最高。それ生卵パン、生卵缶って色合いもあるんだ。あいか、ろれつ回らん今日やば。こんな感じで40分も喋っとる。ダメダメ服だ。11時半になったら教えてちょ。パピコ横浜、かわいいな、ね、それ。アイスの口づけ。ね、今日ね、もう食パンなんて何、一番な切り枚数の多いやつをオーブントースターまかないでピンって焼いて食べればいいんだよ。今日かのんちゃんと喋ったんだけど、なんかユニットを、かわいいユニットをしたいってなって、何するってなって、じゃあミニスカートの妖精やろうぜってなりました、勝手にね。だからそう、なんだっけ、バンダイナムコのコラボのやつだっけ、ミニスカートの妖精って、なんだっけ、あ、竹内さんとかのやつ、ミニスカートで妖精に変身してオーディションを抜けてみよう、レッスン頑張って。そう、今日は話に腰がないねってコメントがかぶった、やば、マジでないんだ。うん、で勝手にね、それを勝手に言ってました。まあしないんですけど、したいねって言いました。中地くまありがとう。ペアリッタンさん、お久しぶり。うわー、リッタンさんだね。えリッタンさん、あ、さくらんぼですよ。知ってる。じゃあリッタンさんに、じゃあリッタンさんの似顔絵描こう。リッタンさんだからいてくださいね。私はリッタンさんのハーフツインが好きなんで、ハーフツインバージョンで描きます。さっきも来た。お、やっほー、今日メンバー大集結。まあ今リッタンさんも今のストレートももちろん大好きなんですけど、
リッターさんの口ってね、こんなイメージです。よし、できた。ダブルスは確かに。リッタンさん、リッタン最高、リッタン大好き。それな、ありがとうございます。似てる、かわいい、嬉しい。似てる、ありがとうございます。やった、さくらももこ、さくらももこ好き。さきちゃんもありがとう、ありがとうございます。あら、初見です、嬉しいな。リッツカリッタンさん NGT、 うーん、今日めっちゃ可愛い。嘘、どうしたの。とんでもなき、リッターさんのパフォーマンスかっこいい、めっちゃ思う、大好きです。かわいい、描くのうまいね。そう、描く媒体がかわいいからね。ドロッとしてると話した、まだ喋ってない。似顔絵会とかあったら楽しいかもだけど、めっちゃ時間かかりそうだね。化粧薄めなのかわいいです。今日薄め濃いめどうわからん、今日濃くないはず、今日は別に、今日別に何もなかったから、濃くするようなこと。さきちゃんの真似、菅原さきちゃんの真似、 SDU の、そうなん。急に驚くっていう。5人限定、5人限定で書くの。キャラは濃い、そうですかね。自画像、自画像って意外と描いたわ、最近描いたわ。何かと描くわ。福田、自分の自画像めっちゃうまくて、見ます？自分の自画像、なんかね、数年、もう10年ぐらい、10年は嘘、7、8年描いてる自分の似顔絵があって、なんか高校の時とか中高の時に書いてた自分のサインがあってね、中高小学生ぐらいの時って自分のサイン考えるじゃん、その延長で、あの、何にでも名前書く時このマーク書いてました。まあ、あかりんって書いてるのはまあ嘘なんですけど、全部これだから、例えばテストのこう名前欄があって、こう上がる書くじゃん、テストは書かないけど、まあプリントとか、あ、マジでこんな感じ、こんな感じ、こんな感じで書いてた。友達に手紙書くときも、なんだっけ、
赤いよりって最後に書くんだけど、こう書いてた。そう、これこれね、友達にゴキブリゴキブリって言われてたの。そう、ゴキブリ、ゴキブリです。生命力強め。まあちゃんと丁寧に書いたら、こんな感じですね、イメージとしては。ゴキブリなんですけどなんだろう、ハーフツインテールを表してるんですよ。ツインテール表してて、でも急いでるじゃん、テストの時とか学校のプリント解く時とかって。だからなんかこうなる、この角みたいなね。ツインテール、髪の毛です。そう、かわいいでしょ。そう、だからなんかこれを6年間書いてきたからさ、自分のサイン今なんかこうこんな感じなんですけど、こんな感じなんですけど、この顔のとこにもうこうしたいよね。あ、これカタツムリみたいになっちゃったわ頑張ってね、このサインをやめた。この本当はこれ書きたかったけど、そもそも STA に入った時にプロフィール写真撮る時にツインテールしてもらえなくて、だからこれ書いたらみゆみゆになっちゃうと思って。でも私は本当はこれなんです本当は私の本当の姿はこれなの。だけど今は変身してこうなってる。でも福田が寝る時とかこんな感じで寝てる。うん、本当の姿はこれ。サイン会来たらあげるよ。横浜シューマイ美味しいの？絶対食べるね。そう、だからゴキブリなんですけど、まあ分かりやすく言うとこんな感じですそう、寝るときはだいたいこんな感じ勝手にがっかりしないでもらえますかちょっと許可を得てください。家計いいよ。絶対食わんだろ、だって嘘つけ、絶対食わんだろ、だってシューマイ美味しいよって言うから、じゃあ食べるねって言って絶対食わんだろってそんな言う？ひどい。じゃあさ、シューマイ美味しいな、そうなんだよ、でも全部食べないねって言われる方が嫌じゃん難しいね、みんな。崎陽軒有名だよね、めっちゃあるよね、横浜。いつも美味しそうだなと思ってお店見てる。モバイ取り始めました、ありがとう、嬉しい、助かる うん、うどん食べるんだよ、うどん食べるんだよ。たくちゃん呼んだだけいいよ、呼びなさい、いっぱい福田って。あかりん、ありがとう、あかりんおっしゃる通りです。やば、さっきのシューマイのくだりで、かで結果ありがとう、あかりんのおっしゃる通りですなの。やばいよマジで、どうしたの、面白いんだけど、なんでなんでそうなるの。福田でいいよ半になったら教えてね、お願いします。あと5分、嘘、今日ダメじゃん、昨日と今日といい、ダメじゃん、もう福田ダメだ、頑張らねば。福田頑張る、今日気合入ったんだ、いつも以上に。だから頑張るね、今日から、明日から頑張るいかんいかん、ダイエッターみたいなこと言ってる、明日から頑張る。みんなダイエッター、私たまにダイエッターになるんだ。そう、やば、最近顎がなくなってきたみたい。あかりちゃんって呼んでいいよ。そう、あかり以外だったら大丈夫今日アメトーク録画されるわ、自動的に腰がないの今日、うん、ダメだね。ふく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 わっしょーい。今日も頑張ってるけど、頑張ってたけどね、
そう。ちくわ芸人の回なの？もうやばくない？ちくわ芸人って。ちくわ芸人ってどういうこと？難しい。最近難しい。もうやだ。あ、めっちゃまつげ上がってる。あ、うどんにシューマイ入れたらいいんだね。なるほどね。今まであかりん呼びしてました。反省だ。え、あかりんはいいよ。あかりんとか、あかりちゃんとか、ふくちゃんはいいけど、あかりはやだ。あかりってなる。そう、いいけど別に。いいけどね。もう名前を呼んでいただけるってことはすごいね、貴重なことですから。ありがとうございます。ね。みんなに呼ばれたいよ。メンバーにはあかりんって呼んでもらってるし。来年からあれだな、自分のニックネームのとこにあかりんもつけたそうかな。そう。福田はいいよ、福田は全然大丈夫。あかりって呼びたい、じゃあ呼べばいいよ。頼む、みんなが呼びたいので呼べばいいよ。呼び捨てにしてほしいの、付き合っているみたいにみんながいる前、誰なれしくね。呼び捨てファンタジーいいよね、やりたいな。じっじゃじゃん、じゃじゃじゃん。寝るの？どうしよう。あ、でも明日船だから、船の準備しないと。船ショーがあるからね、ボートショーが。握手会の時なんて、でも大体福ちゃんだよ、みんな握手会の時。あっかりんです。明日何時起き、まだわからん。明日の集合時間がわからん。まだわからんちゃ。もっとショールームやります。船の着ぐるみ欲しいな。あ、船の着ぐるみ欲しいな。買おうかな、今日検索しなきゃ。緑と黄色、違う、そう、緑と白です。緑と白です。着ぐるみ買わないと。はい、戦艦大和。まあ広島にはね、大和ミュージアムありますからね。大和ミュージアムね、長門の感じですけど。そうそう、船なら普段付けとかできていいよね。そう、 STU の制服みたいなもんだからね。みんな瀬戸内の声の吹きの中で、私だけ船の衣装でね。なんか、あれ、この方はアイドルなんですかって、あ、船要員ですとか言って、はい、船のコスプレをするために、なんか文化祭の木の役みたいな感じ。いい感じ。よし、壇上用もありがとうございます。うん、えい、1位中地、沖縄で見てます。あ、沖縄で見てるの？嘘。ナックルナイサー、ありがとう。ありがとう、タワーもありがとう。中地パパさん48、瀬戸内巡るぞ。あ、よっしゃ行くぞ。ありがとう、巡って瀬戸内。アブ、明日のボートレース頑張って。ボートレース電話、ボートレース小島はみたいな感じ。ボートレースじゃないですよ。くぼっちルーメイト、いつきふくちゃん推し、目標4年連続入場なのか、日高いつき生誕祭。生誕祭はね、もうチケット争奪戦ですからね、入れるように祈っとくわ。 ST よし、おやすみなさい。キャッチフレーズの頃にはいないの、もう。じゃあ1%、やばいやばいやばい。おやすみみんずみ、明日頑張ります。お金持ち、おい福田、納豆に入れて食っちまうぞ。え、なんで納豆なの？納豆好きだからいいよ。納豆と一緒に食われるなら本望だって言ったらどうする？あっち、ピオちゃんズ、愛知県の人のサブアカ、ショールームにサブアカとかある、すごい。個別握手ありがとう。こちらこそ、握手行くで待ってます。ばあばちゃん、
じゃあの じゃあの じゃあの、はやぶさ、はやぶさありがとう。トロイ、陸上公演楽しみず。私も楽しみ、楽しみず。お、いっぱい現場でお会いできそうだわ。嬉しい。竹原ピストルさんですが。翔一、瀬戸内のあかりちゃんのことが好きです。息を吸うたびにまた好きになります。ありがとう、嬉しい。超嬉しいです。うん、人に好きになってもらうことは嬉しいよね。明日はトークショーだから腰のある面白い話頑張って。そうね。今から記事踏んどかなきゃ。コベランニコータ。今日は寒すぎた。てか明日の雨ひどくなりそうなの。雨ね、ひどくなければいいけどね。よし。こんばんは。じゃあ私が、宿だわーって言ったら、瀬戸内って言ってください。鬼は外。福田。ストーチー、ありがとうございます。サンドの飯は、うどんで決まり。香川県出身の福ちゃんことは福田あかりでした。つくれんこ、あずみみんじみ。明日はボートショーがあって、あさってはセンター試験があって、しあさって学士会。週末も充実してますね。よろしくお願いします。まったねー。ありがとう。バイバーイ。よかったらフォローしていってくださいね。おやすみー。